ザッサー。今日はね、最終日でございます、ね、どうもー、僕ちゃん TV のですね、モルモット更新ですね。今日は最終日でございます。いやー長かった。1ヶ月以上引っ張られてね、これだけ背中貸して4万ですよこんなに背中を貸して4万円しかもらえないんですよ、これ。まあ、暇つぶしの合間にね、ちょっと電車持って散歩してるだけで4万円だから、まあ、それはそれで、まあ、ふわっちゃるよりかは儲かるかなっていう。ああ、そう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 。ああ、ね、そう。明日から、またニートに戻っちゃうのでね、何か新しい仕事を探さないと。ね、ダメなわけですけども、いやおかしいだろ、明日からニートって。あのね、一応僕こう見えてもね、デリヘル3店舗やってるんですよ。あ、ごめんなさい、4店舗やってるんですよ昨日も幹部会でね、これから広告どうしていこうかっていう、それをね、コメダで5時間ぐらいかけてだら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 喋ってね、結局何も決まらなかったわけですけども何も決まらんのかいみたいな。とりあえず俺が広告代を払うとこというもうまたなんか金のとこだけいつも僕みたいなね、うん、これいつ帰ってくるの僕投資したお金って。何もかんもとりあえずね、若くて可愛いお姉ちゃんと自分の好みのお姉ちゃんを入れてね、好みのお姉ちゃんとゴールデンウィークとか夏休みゴロゴロ ちや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 。あ、うわ、やばい、電車行ってもた。マジか、電車行ってもた。マジで言うてた、最低やな。趣味のためにやってるようなもんですからね、デリヘルなんて一番儲かんないですから、うん、マジか、電車行っちゃった。野田橋新行きです。 The train on platform 2 リアルゴールドと言います。昨日は久しぶりに嫁を抱きませんでした久しぶりに嫁を抱きませんでした。ネット出勤って何すかそれ。しかも給料って保証給あんの、ネット出勤なのに。すごいな。なんて大手な店なんだうちは。あ、でもチャットレディのプロダクションがあるので別に在宅勤務は可能ですよ、うちのプロダクションは。もちろんね、チャットプロダクションから入ってくるお金のねは売上の5割が入ってくるんですけど、まあ、その時点で中抜き5割抜かれてるんですけどね、それをさらに折半するという、うん、昨日は飲んでないですよ。昨日は飲めなかった。昨日は電車すぐ来ちゃったのに飲めなかったから。おとといかもしくはその前の、4月の頭ぐらい、まあ、安定のねループゲーということで、大体僕の行動パターンってね、ルーティン化されてますか。ルーティン化されてますか。ルーティン、決まった時間に決まったことやるだけですよ。なるほど、あ、それはよくありますね。僕もそうです。昨日やったかな、一昨日やったかな、先週やったかなっていうことすら分かんなくなります。でも今週はね、月火、先週の金曜日仕事して、今週は月火仕事して、で水木はモルモッティだけでしょ。で今日午前中モルモッティ行ったら、こう今日午後からね別件の仕事がありますからね、忙しいんですよ。僕もう一回帰ってきてスーツに着替えて、もう一回事務所行かなかったけど、大変忙しいんですよ。ちなみに南千葉事務所とね、大学上事務所とそれぞれにノートパソコンを導入しましたから、またパソコン1台ずつ導入しましたから、パソコンとね、
あのスタンドカメラを導入しましたから、チャットレディ用に。どんどん物だけが揃っていくんだ。物だけが揃っていくんだが、お姉ちゃんが揃わないんだが、大丈夫かな。設備だけはね揃っていくんですけどね、全然中身が伴ってない気がするんですけど、気のせいかなと思って。今日も海の中ね、カバン持ってきましたけど、本当はカバンなんかいらないんだが。今日いるのはハンコだけなんだが。気分がね、あのすごい機嫌がね、すごく良くなるんですけどね、面接もなかったらどうしたらいいのかな。だんだん不安にしかなっていかないんだけど、大丈夫かな。いらっしゃいませ。どっちも電車出ますのでね。